皆さんこんにちは、個別指導塾経済塾長の小林です。寺丸です。はい、今日のテーマなんですけれども、はい、少子化なのにもかかわらず大学入試がなぜ難化しているのかということについて、まあ、データを用いてね、徹底的に分析してみようという動画でございます。まあね、皆さんがこう見ていただいて、まあ、バズるっていうテーマではないと思うんですけども、まあ、正直ですね、なんで子供は減っているのにもかかわらず入試って難しくなっているのね、皆さんも感じたと思います。まあ、なのでそこをね、今日はね、徹底的に分析をしていきたいと思います。で、まずですね、まあ、そもそも入試がまあ難化している理由っていうのが、まあ、2つこう基準が置けると思うんですね。で、1つはやっぱり大学入試の難易度ね、難しさと、あとはやっぱり合格できるかどうかの難易度ね、問題が難しいってことと、結局、まあ、受かるか落ちるかってところの2つの基準があると思うので、まずはちょっと入試問題についてから寺丸くんに分析してもらいましょう。はい、まあ、入試問題なんですが、まあ、結論、まあ、間違いなく全体で見ると難しくなっていると言えるかなと思います。これは間違いないね。そうですね、うん、で、まあ、例えばこれ過去のセンター試験と今の共通テストの問題比べてみると明らかで、まあ、英語について取り上げてみると、こう2003年度のこの英語全体の総語数っていうのが3115語なんです ね、うん、ただこう2022年度入試見てみると共通テスト約6000語ということで、これ倍近くの差があります。そうですね、はい、で時間に別に違いがあるわけではないので、うん、まあ、あのもちろんあの過去のテストの方が文法の知識が細かいところまで問われるみたいなのはあるにはあるんですけれども、うん、ただやっぱり全体通してどっちが難しいかと考えたときに、これは明らかに共通テストの方が難しいだろうというのは言えると思います。そうですね、特に今年もね、はい、皆さん共通テスト見たと思うけれども、まあ、ちょっと語数正確に今数えてない段階で撮影をしてますけど、まあ、多分2022年よりはちょっと増えているし、あと皆さん見たこともあるかもしれませんけども、あの共通テストとセンター試験と共通一次の数学の問題の長さ、はい、ね、ツイッターとかでちょっとバズってたりしましたけど、見たことあります？昔なんか本当にこんぐらいで終わってる画像がビヨーンみたいなね、ページ数が全然違うみたいなね、はい、まあ、本当にだからあの問題そのものが難しくなっているというのも、まあ、あの間違ってないと思いますね。じゃあ続きまして、いくんですけども、まあ、今のを踏まえた上で、うん、もっと大きく合格の難易度どうなってるかというところなんですけども、まあ、そうですね、別に問題が難しくなってもみんな受かれば別に幸せですけどね。そうですよね。そうではないということですよ。はい、で結論なんですけども、大学合格っていうこと自体のハードルは下がったんですが、うんうん、難関大学合格の難易度は変わらないか、むしろ難しくなっているっていう結論ですね。正確だね、その表現がね。はい、うん、で、まあ、やっぱ大学全入時代って呼ばれる通り、こう少子化とはこう逆の相関で大学進学率上がり続けています。うんうん、まあ、こちらあのデータがあるんですけど、これ文部科学省からのデータなんですけども、うん、まあ、特に1990年頃から急激にこう進学率っていうのは上がっていて、うん、まあ、現在 55% 強となっています。うん、まあ、あのそれまではこう例えば1990年あたりだと、まあ、あの 40% にも満たしていないぐらいなので、かなりここ 2,30 年で大学進学者っていうのは増えているっていうことになります。そうですね、はい、で、まあ、あのこの原因については、まあ、詳しくは触れないんですけども、やっぱ大きな要因としてはこう第三次産業、要するに大学進学しといた方が有利になる、まあ、職業というかのが増えたり、やっぱ就職氷河期に伴って求人数が減少して高卒だと厳しくなったみたいな、まあ、そういう背景があるみたいですね。そうですね、まあ、あとは大学自体が少子化なのに増えているという、そうですね、この、ね、怪しいパラドックスもあるんですけどね。そうですね、はい、で、まあ、実際こちらデータ出ている通り、うん、まあ、あの90年ぐらいから明らかにこう進学率っていうのが上がっていって、 そうだね、まあ、それに伴って就職率、まあ、あのやっぱ大卒高卒のこの、この、就職率みたいなところを比べても、こう高卒の就職率っていうのが90年頃から一気に減っちゃってるっていうのが挙げられるので、うん、まあ、ここは一個分かりやすい変化点かなと思います、ね。そうだね、はい、で、まあ、これだけ見ると一見こう子どもの数が減って競争力が落ちた結果大学に入りやすくなったっていうふうにもまあ読み取れなくはないんですけども、うん、実際そうではないっていうところで、そうだね、例えばこう今回早稲田大学の過去30年ほどの志願者数推移っていうのをよずみさんデータからこちら見てみるんですけども、まあ、あのここ過去30年で、まあ、あの子どもの数自体っていうのは明らかに減っているんですけども、ね、早稲田にあの志願する人っていうのは実は例えばこの、18年の志願者数と95年の志願者見てみると18年の方が多いので、うんうん、まあ、ここは別にそこまで難関大については変化がないっていうことですね。確かにね、はい、で、まあ、ちなみにこのデータ2年ほど志願者数、うん、ここ2年ほど減っているんですけど、まあ、これはやっぱりあの早稲田の政経の数学必須化だったり、うんうん、あとコロナの影響という別の要因なので、まあ、そこはまた別問題かなというところですね。はい、で、まあ、今回早稲田取り上げたんですけども、他の大学でも結構似たような、うん、こう少子化に比例して志願者数が別に減っているわけではないというデータが結構出ていて、うん、まあ、むしろ後ほど詳しくお話しするんですが、近年こう推薦だったり AO の割合増えたり、次第の入試減額化があったりということで、むしろこう一般入試の定員数減っているので入試倍率というのは上昇傾向にあります。
まあ、なので、まあ、少なくとも難関市内の一般入試は、まあ、難しくなっていると言えるんじゃないかなということですね、うん、これは、ね、ほぼ間違いがなくてですね、はい、まあ後で出てくると思うんですけども、そういった他の、ね、入試形式で入る人がどんどん増えているし、はい、まあ、それはこう一般論ではなくて、例えば具体的に、ね、早稲田だけを見てもそうじゃないですか、はい、うん、なんだけども受けたい人はいっぱいいるという状況なので、うん、まあ、少なくともその例えばいろんなルートがあるよねと、特に東京に住んでれば、まあ、中学入試もあって高校入試もあって、はい、ね、あと他にも例えば高校行ってもじゃあ指定校推薦だったり、まあ、栄養っぽいのだったりとかあるよねっていう意味では入りやすいのかもしれないけども、はい、大学受験一般入試というね、そのまあくくりで、はい、言うとですね、まあ、難しくなってると言っても過言ではないというか、はい、むしろ特に次第は難しくなってるかもしれませんね。そうですね、うん、まあ、じゃあこう大学進学確率はもうこんなに増えたのに、うん、こうな他 の, その難関大以外のこう増えた志願者ってのはどこに行ってるんだっていう話なんですけども、まあ結局どこに行ってるかっていうと、まあ中堅以下の私立大学ですね。まあそうですね。でまあ偏差値50を切るような大学に進学する人が増えているって考えられます。実際こちらのデータご 覧, にご覧いただけますと、こう90年頃から実際この大学の進学率が上がるに伴って私立大学の数がもう爆増しています。おかしいぐらい出てるのよそうですよね。86年465校だったのが、うん、まあ、今18年のデータだと782校ということで、そうですね、もうなんなら倍近いぐらい増えているんです、ね、うん、そうですね、多分最新のデータだと多分800前後ぐらい、そうですね、来てますね、うん、でちょっと考えていただければ分かると思うんですけども、うん、でも最近設立された私立大学で偏差値がめちゃくちゃ高い大学って、まあ、ほぼないというか、まあ、まあ、少ないね、少ないですね、ごくわずかね、こう例えば国際医療福祉大学とかね、はい、国際教養大学とか、うん、そういうまあ新しい大学の一部に限られますよね。そうですよね、まあ、やっぱりそう考えるとそれだけ中堅以下の大学へのニーズが高まっていると言えるかなというところですね、うん、まあ、なので、まあ、この大学進学者が増えたっていうのはここに流れているだけで、難関大の志願者っていうところはもうむしろ難しくなっているというのが今の話です、ね、そうですね、まあ、あとはその中堅以下のニーズが高まっているというよりも、はい、中堅以下の大学が増えてしまったので、はい、そこが定員を確保するために、はい、高校生においでおいでってやるの で, そ, で、ね、そこに引っ張られて、はい、その今までだったら普通にいや別に大学行ってもしゃあないし俺働くよみたいな人ね、うん、私働くよみたいな人がですね、なんかこうよくわからないルートの中でよくわからない大学に行き、よくわからない社会に出ていくみたいな、はい、そういうねちょっとよくわからないね状況っていうのが一部起きていると思いますね、はい、で続きまして、まあ、じゃあ難関次第が難しくなっているのは分かったと。でもうちょっと具体的になんで一般入試難しいままなのかというのを見ていこうと思うんですけれども、うん、まあ、今回はまあ2つ要因としてあるかなと思ってて、まず一般入試以外の入試形式の増加によるまあ一般の定員減少ですね。でもう一つが2016年度入試からの次第定員管理厳格化、うん、2点についてちょっと見ていこうというふうに思います、はい、でまず1点目なんですけれども、まあ、これ単純な話、昔と比べてこう一般入試の割合が減って推薦を内部みたいな割合が増えたので、うん、一般が難しくなったよねという話で、ね、うん、こちらのちょっとデータを見ていただこうと思うんですが、こちらダイヤモンドオンラインさんの記事から言います。かわいい絵が描いてあるね。そうですよね、はいはい、2000年度入試と2018年度入試でのこう選抜方法の変換というのがまず右側に書いてあるんですけれども、うん、やっぱり AO 推薦入試の割合というのが18年間で 1.5 倍に増えているんですね、うん、で特に私立大学入試ではこう半数以上が推薦 AO で進学しているというデータがこちら左側に出ていますので、うん、まあ、もはや一般入試がマイノリティ側であるということになっています、うん、でこれからですね、まあ、一般入試の枠がここからじゃあ AO 推薦がぐって減ってまた一般が戻るということは考えづらいですし、さらにもっと言えばこう入試改革で結構科目数的にこう数学が必要になってきたりとか、まあ、そういうパターンもあることを考えれば結構特に私立大志望 の私立文系志望ですねの難関大に行きたい受験生にとっては厳しい状況が続きそうかなっていうのが分かると思います。そうですね、はい、一応ねフォローをしておくとこの 50% 以上が栄養推薦になったっていうのはですね、まあ、もちろん裏の理由もあってですね、はい、単純に例えば皆さんが行きたいようなマーチとか総計とか、まあ、カンカン同率が 1.5 倍にしたというよりも、はい、いわゆる、まあ、あまりこの言葉僕は好きではないですけどもボーダーフリーの大学ですね。ああ、そうです。さっきも言ったように定員が、まあ、充足できないのでおいでおいでってやるんですよ。そのおいでおいでの方式というのは結局、まあ、名目上推薦、名目上栄養、ね、いわゆる年内入試と呼ばれるものだったりとかも使ってそういう定員を集めているので、要はそういう、まあ、その中堅以下の大学が増えてしまった分、はい、そういう大学の入試方式がとにかく青たがいですよね。もう早く来て早く来てっていう風にやるので、それで、まあ、ボリュームが増えている部分もあります、はいはい、ただその推薦の流れが増える流れっていうのは今後、まあ、例えば皆さんが言ったようなさっき言ったね有名大学群にも当然影響はすでに出ていますので、これからは油断できないということ自体は間違いありません、はいはい、ただこれだけを見て例えば早稲田が指定校 1.5 倍にしたとか、まあ、そこまでのことでは今のところはまだない、うん、そうですね、はい、そこは注意をしてください、はいはい、次行きましょう、はい、では続きまして16年度入試からの次第定員管理厳格化っていうところで、うん、まあ、まずそもそもこれ何かっていうと、こう入学定員よりも入学者を多く入れたら国からの補助金あげませんよっていうもので、めちゃくちゃだけどねそうですよね、言ってることね、まあ
まあ、それまでの2016年より前の入試っていうのはこう入学辞退者っていうのがどうしても出るので、うん、実際に定員よりも大きく上回る合格者を出してました、ね、そうですね、はい、例えば100人定員だよっていう時に、まあ、当たり前だけど100人ぴったり出したら蹴られまくって入学する人いなくなって困るわけですよ。だからまあ次第もちろんねレベルにもよるけど、例えば100人だけど300人出しとこうとか、はい、250人出しとこうっていうのが当たり前なんですよね、はい、ただそれでもさやっぱ読めないじゃないですか、はい、なんとなくこっちの大学行きたい人が増えたとかっていうのもあ、うん、ね、いやうちに来てくれる人が増えたとかあるから、まあ、大学としては、まあ、定員切ったらそれはね赤字というかさマイナスになっちゃうから、はい、定員はちゃんと100人だったら100人は来るようにちょっと多めにじゃあ250人って出しといて、まあ、結果的に、まあ、130人ぐらい来ても大丈夫だよねとかね、うん、120人ぐらい来ても大丈夫だよねっていう形でやっていたわけですよね、はいはい、ただその入学定員の厳格化ってことで、まあ、パーセンテージ細かく言いませんけど、まあ、かなり厳しい、まあ、10% とかも許されないようなレベルになっているので、もう限界ギリギリ、え多分これだったら大丈夫みたいなギリギリの合格者数しか出せないんですよ、はい、そうするとさっき言ってる100人だったら今だったら250人余裕を持って出していたのが、いやこれねやばい、これはねもうオーバーしたらあの文科省にぶち切られるから、もう180人しか出さないとかってやるわけですよね、はい、ってことは今まで受かってた70人の人は不合格になるわけですよ、はい、でもその人たちってどうするかって言ったらその大学よりも下の大学に行きますよね、はい、でまたその下の大学でもいやいや250人無理無理180人でまたどん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 玉突き的に下の方に行くということで、まあ、合格がどんどん難しくなっていくということですね。そうですね、一番最初にそのやっぱ総計とかが合格者を減らしたっていうのがそのドミノ倒しのスタートなわけですよね。はい、でまあ一例出してみようと思うんですけど、うん、まあ、例えば合格者の絞り込みが特にこう顕著であった早稲田大学文学部については、うんうんうん、こちらよずみさんからのデータなんですが、いい、ね、まあ、一部こう母子あのこう440人から390人のこの減ったのは、うん、まあ、あの外部試験利用の分ですね。まあ、ただこれを考えなくても5年間で4割ぐらい合格者が減っちゃってるんですよね。やばいよね。これは結構やばくて、僕もこの早稲田今文学部通ってる日なんですけど、あの16年あたりから倍率がもういきなりなんかそれまで6倍7倍ぐらいだったとか13倍とかになって、これなかなか厳しくなって高得点勝負になるみたいな。そうだね。しかも早稲田の場合おまけだけど得点調整もするからもう8割取んなきゃいけないみたいな、わけのわかんないことになってるわけですよ。だって考えてほしいんですけど、まあ定員が若干違うとはいえね、合格者が1129人出る試験と682人出る試験ってもう言ったら倍ぐらい難易度違うと言っても過言じゃないでしょ。そうですよね。ね、うん、なんでちょっと本当に、ね、そこは怖いなっていう気持ちが強いですよ、うん、そうですね。でまあ、一応ただこれについては23年度からこう規制緩和というのがなされるようです、うん、はい、ただ、まあ、これも単純にじゃあ全然これから元通りになりますよってわけではなくて、まあ、一応具体的に簡単にお話しすると、うん、こう定員管理の基準がそれまでこう入学定員から、それ以上出しちゃいけませんってなってたのが、こう全学年の総定員から、うん、まあ、何倍以上出しちゃいけませんというふうに切り替わります。まあ、正直これでどうなるかっていうのは、まあ、結果実際に出てみないと分かんない部分はあるんですけれども、まあ、少なくともこう今年の入試来年の入試みたいなところで今より厳しくなるっていうことはないのかなとは思います。まあ、むしろここ数年こう合格者を結構絞ってきた大学も多いと思うので、まあ、そういう意味では若干多めに合格者を出す可能性もあるのかなと、まあ、そうですね、はい、まあ、イメージだったらさっき100人の話したけど、100人で例えば105人まで仮にですよ、仮に100人が105人までセーフだったら、今度からは100人が105人じゃなくて400人の時に420人までセーフ、つまり1年生か4年生の合計ね。ただですよ、ただその年に120人合格出しちゃったらもう1名も許されないから。そうですね。そうだから、まあ、厳しくなることはないけど多分楽になることもほぼないと思うんですよね。そうですね。で結構、まあ、これは大学の、まあ、内部の、ね、方に聞いたお話なんでちょっとソースは言えないんですけど、はい、あのこの何パーセントギリギリを狙うっていうのがその一個の技術らしいんですよ、はい、某私立大学の方に聞いたんですけどね、はい、だから例えばその、まあ、100人合格があって、例えば110人じゃダメだよ、でも105人ならセーフだったらそこの5名をいかにねこうあれするかみたいなところがやっぱテクニックらしいです、はい、はい、まあ、これよく僕も分かんないけどね。まあでも実際はまあ定員がさっき見たように400人とか、まあ、500人とかだったりするので、まあ、そうするとね、まあ、今度数名でねその結構そのパーセンテージが違っちゃったりするので、結構大学側はナイブ、ね、真剣に取り組んでいるかなっていう印象があります、はい。まあ、ただ結論、まあ、要するに、まあ、あの分かんない部分も多いので、受験生はあんま気にせず、うん、例年通りの基準で対策するというのは言えるかなっていうところですね。そうですね、はい、というわけで、まあ、今日話をしてきましたけども、やっぱりね、まあ、少子化ということはもう間違いないわけですね。あのやっぱり人口というのは、まあ、0歳からもう統計が取れているので、まあ、来年急に18歳人口が増えたりすることはありえないわけですよ。まあ、そう考えていく中でやっぱりね、子供が少ないんだから受験も楽でしょって言いたいんだけども、やっぱり少なくとも一般受験という枠組みの中でははっきり言って厳しくなっているというふうに言わざるを得ないかなというふうに思います。でさらに言うとね、これはあのまたちょっと、まあ、地方のことを悪く言ってるように聞こえちゃうかもしれないんですけど、ぶっちゃけ
って地方の人は地方でしか受験してないケースって結構あったわけですよ、はい、だけど例えばもう今寺丸くんもそうだけども地方の人でも東京の大学の情報をいっぱい仕入れる、ね、関西の大学の情報をいっぱい仕入れる、ね、問題集何使えばいいか勉強どうやればいいかで、なんならオンラインでも授業を、ね、受けられる指導を受けられるって時代じゃないですか、はい、そうすると昔だったらね例えばぶっちゃけもう総計とか東大とかはまあ東京の人が受けてたみたいな話世界だったけども、まあ、今やねどこからでも受けられるわけじゃないですか、はい、ってことはやっぱりその、ね、ライバルは増えてる可能性あるんですよ上位生だからこそ、そうですね、そう昔だったらあんま何も、ね、情報仕入れてなかったから学校の先生に言われるがままに、ね、9大受けてた、ね、福岡の高校生がいや結構俺実力あるから私頑張れるからもう東大行こうみたいなこともあり得るわけじゃないですか、はい、でネット見てポチッてやればなんかさ変なおじさんが出てきてさ東大ルートはこれだとか言ってさあ私そのペースでできてるわみたいなねこうやったら受けてみようみたいな可能性あるわけですよ。昔だったらよくわからないからやめてたところがね、だそういう意味でもやっぱりこう情報も含めた、まあ、総合本当に全国大会っていうのが受験の一般ね入試になってきてると思うので、まあ、ぜひ皆さんねあのこれから高1、2世、高1、高2世の方あ頑張って勉強していただければなというふうに思います、はいはい、個別指導塾キャスト大使では、まあ、こういったね、一般入試厳しい世界の中でも勝ち抜いていくための、学習サポートをしております、通常の科目指導の他に、スケジュール管理であったり宿題の管理であったりね LINE での進捗管理そういったものもねトータルでサポートをしております、ご興味ある方は概要欄のリンクからぜひお問い合わせください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。